そう、もう一つ話題があってですね、はい、これ僕最近ちょっと読んだ中でもうダントツでいいのがこの成瀬は天下を取る。ああ、はいはい、有名ですよね。これ全然中身知りませんけど。はい、はい、これめちゃくちゃ面白くて、でもう元気いっぱいの小説で、はい、まあざっと言うとこの、まあ多分この表紙に出てる女の子が主人公で、はい、成瀬あかりちゃんっていうんですけど、はい、このまあ主人この最初の話の語り手は島崎っていう女の子なんですね。でもうこの顔からして、はい、あ九州か九州まあちょっと五州が入ってるか知らんけど九州っていう感じですよね、はい、でまあ目が鋭すぎる。あの出足をねちょっと読むとですね、うん、島崎私はこの夏を西部に捧げようと思う。1学期の最終日である7月31日下校中に成瀬がまた変なことを言い出した。 いつだって成瀬は変だ。14年にわたる成瀬あかり氏の大部分を間近で見てきた私が言うのだから間違いない。私は成瀬と同じマンションで生まれ過ぎた凡人島崎みんな私立あけび幼稚園に帰ってる頃から成瀬は他の園児と一線を画していた。走るのは誰よりも早く、絵を描くのも歌を歌うのも上手で、ひらがなもカタカナも正確に描けた。誰もがあかりちゃんはすごいともてはやした。本人はそれを鼻にかけることなくひょうひょうとしていた。私は成瀬と同じマンションに住んでいることが誇らしかった。しかし学年が上がるにつれ成瀬はどんどん孤立していく。一人で何でもできてしまうため他人を寄せつけないのだ。意図的にそうしてるわけではないのに周囲からは感じが悪いと受け取られてしまう。で小学5年生にもなると成瀬は女子から明確に無視されるようになる。私は同じクラスだったにもかかわらず我が身可愛さに成瀬を守ることはしなかった。である日マンションのエントランスでどこまでも凡人や、はい、大きな荷物を持った成瀬をすれ違った。無視するのが悪いかと思いどこ行くのと声をかけたところ、成瀬は島崎私はシャボン玉を極めようと思うんだと言って出て行った。その数日後成瀬は夕方のローカル番組グルリンワイドに出演する。天才シャボン玉少女こと成瀬はお金持ちが飼っている犬ぐらい大きなシャボン玉を作って飛ばし、レポーターを務めるご当地芸人にノリの割合が重要ですと説明していた。いやもう九州体液そのものですよね、はい、九州体液そのもの。今はだから九州これこの初めの1ページぐらい読んでいただいて、はい、すっごい面白かったんですけど、はい、これからしてもやっぱりああ日本っていうのはとうとう九州体液が生きづらい社会になりつつあるのかな、はい、もう日本のね社会構造でただ一つ世界に先んじてるのは、はい、九州体液がのうのうと生きていける社会の、はい、なんかその隅があったことですけど、うん、これなかなか難しくなってますよね。これ昭和の匂いがありますよねこの小説には。これ舞台は滋賀県なんですよ。ああ、そうか。ああ、そうか。だからまだ隅になんかバカンとかあんねや。うわそれで、僕、やっぱこれ素晴らしいなと思うのは、とにかく終始この作品って明るいんですよ。なんかね、希望に満ちていて。で、あともう一つすごいなと思うのは、この成瀬あかりは確かに天才なんですけど、結局ね、この一冊の中で、最終的に例えば何か宇宙船を作るとかそんなことはなくて、ないない、何も特別なことは成し遂げてないんですよ。九州体液がみんなね社会に適応できるクリエイティブなものを作り出したら、はい、そうですね、3000年前に人類は滅んでると思います逆に。でだけど、その周りの人間はその成瀬あかりを中心としてなんかこの青春をしていて、で十分なんていうんですかね、大谷翔平に負けないぐらいスターなんですよね。いやもうね皆さんね、はい、多分関西出身の人は一部だと思うんですけど、はい、滋賀というものをどういうものかちょっと説明していいですか。はい、はい、滋賀を説明しますよ、はいはいはい、これはね滋賀の人は聞かないでください。滋賀の人はまた別の価値観なんですけど、まあ、僕京都なんで、まあ、滋賀はよくわかりますけど。わかりますよね、はいはい、僕奈良なんですね、はい、で奈良はずっと和歌山をバカにしてるんですよ、はい、でも和歌山の人も何言うてんねん、奈良なんて、はい、海がないくせにとか言うて、はいはいはい、確かにそうですよ、はい、和歌山に行ってください、もう美味しいもんだらけですわ、はい、みかんも美味しいし、はい、魚も美味しいしね、はい、ほんで奈良はいやいや都があったとか言ってね、はいはい、でもねその二つがね初めから滋賀にも書けないのが滋賀なんですよほんでいやこれはねバカにしてるわけじゃないんですよ。バカにしてるんじゃなくて、あるという存在をほとんど感覚したことがないんですよ、近畿地方に住んでいて、はいはい、で時々なんか笑い話でそんなバカにするんやったら琵琶湖の水止めるぞとか言う、はいはいはい、でも実際には琵琶湖の水を止める積水する場所は大阪府にあるとか京都府にあるとかそんな噂があったりして、
そうそう。で、いや、これはね、あの、滋賀の人怒らないでくださいよ。僕はそれをね、20年前にも完全に打ち破られたのは、うん、滋賀に最古の仏教が伝わっていたのではないかってことを知ったからなんですよ。うん、滋賀って観音信仰があって、はいはい、秘仏の観音様がね、もう、なんかそう、そうなんですよね。恐るべきほどあるんです。琵琶湖の東側ですよね。そうです。そこすごいんですよね、なんかね。あそこは、だからそうなんです。日本海から来たその当時のもう超一流の文化ですね。今で言うたら何やろ、ほんまに20年前のニューヨークとか、はい、100年前のパリから来た、はい、もうきらびやかな、目もつぶれそうな、はい、きらびやかな文明文化が、はい、その石川とか富山で上がって、ずっと滋賀を渡って、うん、その奈良とか河内、大阪に伝わったっていうことで、うん、大、もう古代史の、なんて言うてらへんかな、もうメインロードが実は滋賀、うん、やったので、うん、僕はもう考えを20年前に改めたんですけど、はい、でもね、実際、関西に住んでる人は、まだ、奈良とか和歌山はね、時々釣り行こうかとかね、奈良の大仏さん見に行こうかとか、石舞台見に行こうみたいなとこあるんやけど、滋賀、ん?みたいな。夏になったらちょっと、琵琶湖に掴んに行こうかぐらいの感じで、それはどういうことかって言うたら、いわゆる田舎っていうところで、もう、多分子供たちがめいめいほんまに凝ったことをしてても、自分の世界だけに浸ってても、それを、その集中を阻まれる空間っていうかね、時間空間が比較的少ないんじゃないかっていうね。で、これは本当に大事なことで、絶対大事なこと。その自分の集中を途切れさせてないっていう子が、大体天才少年少女になって大人になってなんか、大変な社会的不穏を醸すか、はいはい、社会を前に進めるかっていうことになるので、滋賀のっていうとこも、もうこの作家さんのセンスの良さを、はい。そうですね。センスがいいんですよね。彷彿としているというか。ちなみに、まあこれはネタバレにならないところ範囲で言うと、この島崎と成瀬は、この後漫才コンビを組んで M1 を目指すんですよ。うわ。マジっすか。それはきっと、それはどういうことなんやろ。メープル超合金みたいになるわけですか。でもこれ最初、その素晴らしいなと思うのは、最初にネタを書いた時に、こうやってみたら、島崎への視線 の感想は、やってみるとどうもネタが弱い気がすると、うん、成瀬のことはずっと面白いと思ったけど、それは女子中学生にしては面白いということであって、漫才としてはそれほど面白くないことに気がついた。いや、これこれがね、凡人の復讐ですよ。凡人のリベンジ。凡人はなんでリベンジできるかっていうとね、はい、大多数の人の感性を知ってるってことなんですよ、はいはい、天才は大多数の感性が全くわからないんですよ。この人の一言で凡人は天才を潰せるんですよ。それ思んないでっていう、なんかね。すごいな。というようなことがあって、まあというのをね、これですと書いて、この宮島皆さんってこれまだ新人だと思うんですけど、まあ素晴らしいと思うんですよ。僕はもうこの彼女、はい、3年でからアメリカに留学してほしいな。そうすると、成瀬は多分スティーブ・ジョブズになるんだと思います。成瀬ですね。そう、はい。あるいは、イーロン・マスクになるんやと思いますけどね。で、ちょっとこれ面白いのはですね、今、僕実はこの世代でもないんですけども、はい、結構小説が実は今、ちょっと豊作で。やったー。すごい面白い小説がいっぱい出ててですね、一つはですね、ちょっと署名を間違えないように、そうなんや。一つはね、市穂道さんっていう人の「スモールワールド」っていう、はい、スモールワールズですね、うん、っていうのがあって、これはもう、まあ、僕も読んで非常に素晴らしい、うん、でもう一つ、まあもちろん他にもいっぱいあるんですけど、今こっちはもうものすごい話題になってる凪良ゆうさんっていう人がですね、うん、聞いたことある、書いた「流浪の月」っていうのがあって、まあ、これも素晴らしいんですよ、うん、本当に。まあ、もう売れも売れてるんですけど、でですね、僕はここでちょっとあることに気がつくんですけど、はい、全員女性作家なんですよ。なるほどね。で、しかもほとんど新人に近いと、はい、まあまあ、それなりにキャリアはありますけど、でも若い女性作家。で、やっぱりもう圧倒的にもう力があって、うん、で、ちなみにですが、僕、宮島さんわかんないんですけど、凪良ゆうさんと市穂道さんは、2人ともボーイズラブ出身なんですよ。なるほど。
ボーイズラブ小説出身、はい、でや共通してるのはなんかそう既存のそれこそみんながなんとなく小説ってこんなもんだろうと思ってるところを一歩二歩ドンとこう壁を突き破ってる感じがあって、あのだから新鮮で面白いんですよね。でこの 今この2023年においてなんでこう女性作家がものすごい元気がいいのかというか、この辺ってなんか名越先生何か思うところありますか？いやだから自分が自分で折れるただ一つのせいだからじゃないんですか？分からんけど、自分が自分でいられるただ一つの性、そう、性と何かに寄せていか、男って何かに寄せていかないと、はい、キャラを立てられない文化にもうなっちゃってるんじゃないんですか。例えばお父さんとかサラリーマンとかってことですか。サラリーマンの中でもボケキャラとか、ボケキャラとか、鋭いキャラとか、はい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 、キラキラキャラとか、はいはい、ギラギラキャラとか、はい、これってやっぱり日本がもう過度に、うん、アイドル文化になったからじゃないかなと僕思ってて。男性はそうなんですか？女性も多少そうなんですけど、はいはい、でも逃げ口があるというか、勝手口があるというか、なるほど。だから僕なんか音楽やってるじゃないですか。はい、音楽、日本の音楽が全滅になったのは、はい、なんでかって言ったらアイドル文化のせいですよ。ほう、つまり、例えば、カトゥーンが、いや、素晴らしいですよ。はい、もう素晴らしい舞台をやって、うん、あの、あーあーとか言ってても、その、あーあーは、中丸くんという個人が言ってるとは誰も思ってないんですよ。はあ、カトゥーンの中丸という大スターが歌ってるわけですよ。なるほど。はい、でも昔は、例えば、まあ、それがいいか悪いかは別に、だからそこを脱皮したのは井上陽水すごいんやけど、井上陽水は初め傘がないっていう時に、はい、井上陽水自身の汗が、ところが、移動電話のっていう時にはもう歌が前に前面に出たじゃないですか。なんかその、その人自身の魂の周波数と相手の周波数が合うということではなくて、なんか一つのアイドルっていう大きな虚構の中で輝いているあるキャラクターが我々にその、素敵なエンターテインメントの雨を降らせてくれてるみたいな、はいはいはい、そういうものがもう日本の、うん、いわゆる芸能の全てに、はい、全てになったっていうのと、なんか僕すごい関係があるんちゃうかなみたいに、うん、だから男に力がないのはまず自分を発見してないっていうか、なるほど、自分の感情とか自分の憎しみとか自分の悔しさとか自分の笑いとかではないずれたものでしか自分を表現できてないんじゃないかと。なるほど。それはなかなか、あの、当たってたらなかなか辛い話。いや、そうなんです。なかなか辛い話ですよね。いや、だから僕もこう言いながら大外れしてるようにと本当に思ってるんですよ。でもいろいろ見てると、どうもそうだなぁ、みたいな。その、まあ、古臭い言い方で言えば、まあ、アイデンティティなんだと思うんですけど、それをちゃんと自分の両足がついてないというか、そうです、そうです。なんかふわっとしちゃってるんです、ね。そうです、そうです。中空に漂ってるんですよ。ほんならね、自分の地面に立ったら必ずバッシングを受けるんですよ。なるほど、なるほど。ものすごいバッシングを受けるんですよ。あ、それは今の、その、まあ、フェミニズム的なことも含めて、ね、まあ、そうです。それだけじゃなくて、その、はいはい、なんか、こいつ、ナルシストやと。あははは。なるほど、なるほど。ね。まあ、あるいは、あの、こいつは、ちょっと、あの、高圧的だとか。うん、自分勝手だとか。自分勝手だとか。うん、あるいは、お前の考え。だから、それこそ本当に、ひろゆきさん、それってあなたの感想ですよねっていう、うん、あれがもう全てを殺したんですよ。ああ。ね、そんなこと言われたら、すごいそれを、まあ、逆に取ると、うん、あの、精神科医が診断を下すことの半分以上は感覚直感ですもんね。でもその感覚直感を追っていくわけじゃない。じゃあこの感覚直感はあなたもイエスというのであれば、そのクライエントとセラピストが一緒になってその感覚に基づいた結論を実践して追っていくわけじゃないですか。あ、確かに改善したっていうのは改善になるわけです。はいはいはい、でも内科とか外科は大きな意味、ざっくり言うとそうじゃなくて、はい、この症状が出たらこの薬を投入する、はいはい、2週間効果がなかったら次はこの薬って決まってるわけじゃないですか。なんだったらその症状もあれですからね、その検査数値で症状を判断する、うん、そうです、そうです、ね、でも僕は歯医者さん好きで、はい、歯医者さんによく行くんですけど、歯医者さんが、ん、
この歯には充填物は、例えば、セラミックでいこうとか、金でいこう。それだけじゃなくて、この歯はもう抜いた方がええってね、全部ね、経験値に基づく直感なんですよ。もちろんその大元の 50% は知識ですよ。でも、あとは、直感なんですよ。確かに、歯医者さんってそうですよね。相当その人の判断がありますよね。相当あります。口の中が全員違うから、個別性が目の付け全くその通り。全くその、はい。で、僕の言ってる歯医者さんは、本当にその感覚を僕は信頼していて、もともとが自分の歯を残そうっていう信念を持っておられる方なんですけど、はいはい、その判断が早いし、いや、これちょっともう最高、僕、半年間、2週間に一遍通いましたもん。あ、で、僕のこの歯茎から出てる海が全部ちゃんと綺麗に掃除できるまでずーっとかって痛いんですよ。はい、で、うーってだ、はい、ってちょっとこう引くというね。はいはい、もうほとんど、ある種プチ拷問のような。でも、はいはい、こうしていくと治るなっていう感覚は僕の中にもあるんですよね。はいはいはい、でこういうのって絶対最後は直感、うん、そのプロとしての直感。なわけ で、うん、でそういう職人的なものの中には自分自身というものを、うん、留めている人がいるんですけど、一般のサラリーマンの人、まあ 80% 以上はサラリーマンですよね、うん、その人の中でそういう感覚をずっと保ってる人がどれだけいるだろうというと、うん、圧倒的に男の人の方が中空をさまよってるんじゃないかと、うん、立てたキャラを自分だと誤解してるんじゃないかっていうことが僕は大胆な仮説なんですよね。そうするとね、本当のね、下半身のパワー出ないような気がして。それはだから、自分の直感に基づいたアイデンティティを持てているかどうかっていう、うん。そうですよね。それは、例えば、うん、僕にしても鳥居さんにしても音楽好きやんか。はい、ほんなら、例えば、まあまあまあ、言ったら、何やろうね、ローリングストーンズを聞いたら、はい、ローリングストーンズなんて80歳で腰振って踊ってるわけじゃないですか。はい、それ見たときに、あれってこう、なんかそのパフォーマンスを見てるときに自分もやっていいのかなみたいな。自分の中にある、押しとどめているある欲求とか、ある衝動に気づけるわけでしょ。あるいは、もっと、例えばカーペンターズの歌なんか、直に聴いた人はそうやと思う、はい。こんなに落ち込んでいいんだ、みたいなさ。ね。こんなにブルーでも歌歌えるんや、みたいな。あんなか細い声で歌っていいんだ、みたいな。そう。これって地獄なのみたいな。まあ、ジャニス・ジョプリンなんかもそうじゃないですか。まあなんかある種の地獄の中で、ああ、自分の地獄、あ、これ地獄、地獄の中からでもパワーが出てくるみたいなとこが見れるんやけど、うん、今のアイドル文化だと、うん、もう本当にパーフェクトやから、はいはい、その中でこう楽しめる文化で、うん、そうすると自分の立てたキャラクターの中でそれは刺激されるけど、うん、だからやっぱり女性なんかはもともとが、やっぱり、体の基盤がしっかりしてるというかね。だからそういうものでバーッとこの自分の華やかな部分、うん、デコレーションケーキの中のこのデコラティブな部分を十分に満足されたら、うん、明日からもう一回生きていこうとなるんやけど、うん、どうやろ、それだけで済まない人が人口の何割かはいて、うん、そういう人は傘がないとか、うん、なんか浴衣の君はとか聞いてた時に、うん、そうや俺戦闘行こうとかね、はいはい、そこの刺激がこうない、うんうん、なるほど。デコレティブな刺激って昔からあるんですよ、はい、例えばエルヴィス・プレスリーなんかどっちかというとそうじゃないですか、はい、うん、そうですね、デコレティブな方のスターじゃないですか、はいはい、でもそれとともに、そうじゃないジャニスみたいな世界もあって、うんうん、その両方が結立して立ってたから、うん芸能の世界で僕たちは生まれ変わる、リボーンすることができたんやけど、リボーンできる人とできない人との差が激しくなってないかなっていう感じが僕は、これも大胆な完全な僕の妄想仮説ですけど、まあ、もちろんね、だから完全に男女差でそれは言えないでしょうけど、男の人の方がそういう社会的なキャラクター付けとかから自由になってアイデンティティ作るっていうのが、まあ、いろんな意味でちょっと難しいというか。難しいんですよ。まあ、それこそネット上の言論空間で言えば、
なんか余計なこと言ったらすぐ怒られちゃうとか、そういうところがありますよね。そうそうそう。うん、そっち側に完全に特化された。はい、なぜかというと、そっち側の方が絶対成功するし、うん、成功法則はっきり分かってるし、ほんでまた才能がそっちに行ってるんですよ。うん、才能がすごいそっちに行ってる。才能がそっちに行ってる。やっぱりね、アイドルの方に、そういう芸能の才能のあるすごい天才的な人がみんなアイドルの方に行ってる。うん、昔は何割かは違う。フォーク歌手とかね、そっちに行ってたんですよ。でも今はほとんどが才能はアイドルで、それ同じこと言ってて、なんでね、うん、日本の、青少年の数学選手権で、日本はいつも2位とか1位とか2位とか3位とか取るのに、うん、なんで、世界のインフラを変えるような発明とか、うん、あるいは、発見とかが、うん、これだけないのかっていうことを嘆いてるツイッターに、あるものすごい鋭い人がね、いやだって、偏差値70以上は全部医者になるからやって、医者ってそれほどクリエイティブな仕事じゃないんですよ。ほんなめちゃくちゃ才能のあるやつ、まあ、ある意味で能力と、その要するに、なんていうのかな、物事を理解してすぐにそれを応用を聞かせるという意味でのですよ、そういう知的な能力のある人間が過剰なほどに医者になってるのではないかっていうことがあって、はいはい、うわこれって当たってないかもしれへんけども、うん、一つの示唆があるなと思いましたよね。うんうん、なんか。まあ、それで言うと、もうちょっと別の角度から言うと、その、男性の方が、間違っちゃいけないという圧力が、いや、そうです。っていうことなんですかね。そうです。早い段階で、それはもういろんな、若い人の貧困の問題、うん、初めからものすごく借金背負って大学出てるとかいうようなとこも絡んでるのかもしれへんけど、うんうん、つまり失敗が許されないっていうのはもう基本にはあるんでしょうね。その無意識的に。はい。それ失敗もそうだし、まあ、学校の勉強的には、正解待ちと不正解があり、そう。間違えるっていうのが、もうゼロだと。ゼロ。ゼロカウントで。価値がない。はい。なる。うん。でも、はっきり言って僕らアイデア教室やってたと思うんですけど、創作においてもちろん間違いってあるんですよ、うん、でも間違いってゼロじゃないので、うん、で正解は100点じゃないんですよね。だから絶対そこは頼ってるので、どっちだって全然可能性があるっていうことはいつも言うんですけど、それ結構、いや踏み込めないですよ。踏み込めないんです、ね、踏み込めないですよ。僕も日流大学出た人が、はい、ある大企業に入って、でもその大企業は鉄鋼会社やったんですね。うん、鉄鋼社用やったじゃないですか、はい、もう20年前から。はい、で、そこへ僕がなぜか講演に呼ばれた時に、はい、なんで僕なんか呼んだんってこんな立派な会社にって言ったら、はい、いや、僕たちはもう今、鉄鋼マンになろうと思ったら、ここでみんなホームページ作ってるんですと。はいはいはい。ね、もう鉄鋼で儲からないから、そういうふうな。もう先見の明があったんですよ、うん、20年前から。はいはい。でもその時にね、ホームページを作る時に、ホームページの下地画を黄色にしたらええのか、ピンクにしたらええのか、緑にしたらええのかっていう答えがないので、僕たちは1年間の間、本当に路頭に迷ってたんですって言うんですよ。でもそれはね、本当にね、切羽詰まった彼らの大難問で、彼らはもう初めから決められた上を歩いてたから、エリートになったんですよね。本当そうなんですよ。なるほど。まあでもこれちょっと、まあ本当に、今はね、女性作家の人が元気いいのはたまたまかもしれないんですけど、うんうんうん、まあでもちょっと、でもやるべきことは同じですよね、男女ともに、はい。壁をどう越えていくかっていうことだと思うんですけど。ね、はい、こんなんでよろしいですか、はい、僕の妄想を戦っただけなんですけど、すいません。ちょっと、アイデア教室、どういうふうにやってるかということなんですけど、はい、まあ月1回、はい、オンラインでやってまして、はい、毎回15人ぐらい参加してるかな。はい、で、あと、月2回までメールで質問とかと課題ですよね、はい、いただいて、僕は鉛筆とかでこうフィードバックして、わー懐かしいな、はい、赤ペン先生みたいな、はい、フィードバックして返してどうですかっていうことをやり取りしていて、はい、でそれを月1回ちゃんとオンラインの画面上ですけど、うん、すやり取りをしたり、まあちょっと、まあ、次実はリアルでも少しやるんですけど、はい、ということをやったりしていて、まあ、それは月会費制でやってまして、はいはい、で、ちょっとまた、イレギュラーで、6月の28日に、うん、去年もやったんですけど、うん、ウェブ時代の売り方講座というのを。そんなんもう、僕のバースデーライブとぶち当てやっといてよ。あ、そうか。僕、同じ日に、トネハラマチコーヒーでバースデーライブするのに。あらららら。もう、まあでもね、いやいやいや、それはね、また、はいはい、申し訳ないです。いえいえ、何をおっしゃいますよ。これはちょっと、そうなんですけど。そうか、そうでしたね。いや、でも、はい。はい、
クリエイターでない人はぜひうちのライブに。それはちょっと申し訳ない。いえいえ、なんでおっしゃいません。はい。はい、6月28日にですね、はい、ウェブ時代の売り方講座ということで、はい、まあ、クリエイターの人はもちろんですけど、はい、まあ、今ね、結構その、みんなサブスクとかも入ってきて、まあ、月額でお金を取るその絵師さんとか、漫画家さんとかも増えてきてるんですけど、うん、まあ、音楽の人とかもちろんです。で、まあ、もちろん、それとは全然違う、ちょっとウェブ上でビジネス始めるような人とかにも、まあ、ぜひ聞いていただきたいお話をしようかなと思ってまして。はい。はい。はい、まあ、ね、時代的に、それこそ、このクリエイトで、稼ぐってこと自体はちょっとやりやすくなってるとは思うんですよね。あ、以前、昔に比べたら。ね、はい、まあ、ただ、ちょっとどうやっていいか分かんないっていう人もいますし、うん、なかなかうまくいかないっていう人も少なくないと思うので、うん、はい、はい。ちょっとそんな企画をですね、今度やろうということで、はい。はい。はい、ちょっとまあ、皆さんもぜひご参加いただければと思います。はい。はい。でも、うん、日本ってまだ欧米よりものづくりが根絶されてないじゃないですか。はいはいはい、織物にしたって、はい、染め物にしたって、はい、あるいはある種鋳物とか、はい、あるいは何でしょう、瀬戸物とか、はい、いろんなところでまだ、それはもう世界と全く違う社会やからね。はいはい、100年以上続いてる会社のもう9割ぐらいは日本なんでしょ。そうですね、はい、だからそういう意味で家業が残ってる、つまりはものづくりが、はい、まだ細々だけど、その欧米ほど根絶やしになってない。うん、ほんならそれを現代にアレンジしてどういう風に売るかとか、うん、どういう風にそれをコラボするかって言って、これもクリエイターの仕事じゃないですか。あ、そうです、そうです。まさに。今あるのは結局、ツールでしかないので、うんうん、本当に使い方だと思うんですよね。そうでしょ、はい、で、はい、これがアメリカとか欧米やったら、もうあとはコンピューター使ってどうするかとか、うん、紙媒体、せいぜい紙媒体、うん、あるいはネット媒体でどうするかっていうところがクリエイターの、なんか、舞台やけど、日本はもっと、おそらくはそのジャンルで言うとその何十倍と広いと思うんですよね。はい、だからそういう意味でもチャンスかなと思うんですよね。まあ、そうですね、はい、そういう文化的な土壌もあるので、うん、ちょっと、それこそ、なんですかね、上場企業を作るわけじゃないので、うんうんうん、一人のクリエイターが、まあ、食べていったり創作を続けていけるっていうことが、うんうん、僕は個人的に大事かなと思って。漬物クリエイターとかも全然平気で日本やったらできるじゃないですか。はい、結構ね、そのアイデア教室、そのちょっと変わり種の今までの人でも、うん、例えば、ろうそくのアートだったり、はいはい、わかるわかる。そういうのをやってる人だったりとか、本当に、いろんな人が、でも一方で、その自治体の職員みたいな人もいらっしゃったので、はい、そういう人も含めて、はい、自治体職員の人も、やっぱり、その、売り方、最終的には売り方なんですね、人に来てもらうっていう意味での。ということで、そういうの共通する話ができればな、ということで、やってますんで、はい。はい。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。編集者が講師として、はい、アイデアを形にする教室というのですね。創作ってなんとなくですね、無意識のうちに、ぼんやりとイメージがあると思うんですけど、これだと思う人がもうすごい多いと思うんですよ。その自己実現なのか社会貢献なのか営利なのか、はい、この鳥居さんの頭の中にはね、なんかね、ライフスタイルっていうのものがあるのか。そうそう、かなりテクニカルなことなんですが、名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいな感じの勢いで実はやりたいなと。